はようございます。ハノイは朝の6時半です。今日もいい天気になりそうです。朝早くから鶏さんが頑張って鳴いていまして、結構それにつられて目が覚めてしまいました。今日はですね、昨日の最後にもお話しした通り、お昼までこのホテル、そしてその後こちらのホテルからまたクレタ県の方に戻ることになります。それではですね、今日も一日、楽しんでいきたいと思います。どっから流れてる音楽かわかんないですけどね、その音楽にこうして鶏が鳴いてます。笑える。今日はですね、これからもともとですね、日光ハノイだったところに行こうかなと思ってます。水曜どうでしょう、ベトナムの旅の起点となったホテルですね。実は前回来た時も行ってるんですが、まあ、今回もちょっとせっかくなので見に行っとこうかなと思います。ちょうどここがベトナム風のビーフシチューを食べたお店ですね。朝から結構人が入ってます。また風船です。風船自転車です。おお。これがね、ラ・ハノイ、ハノイ駅ですね。ハノイステーション。9時20分なんで、もうそろそろ出発するものあるということですね。あ、これコインロッカーですね。ハウトゥーストア、ユアラゲッジ、こんな感じの料金体系になってるみたいです。開いてんのか。グラムの2つまで売ってますね。新品なのかな、これどういうふうに支給されたやつ売ってるのかな。支給なんかされないよね多分。やっぱ自分で買ってきてるんだよね、こういうものって。
きなり思い出したんですけど、あのどうでしょう、水曜どうでしょうのハノイからホーチミンへのバイクの旅、カブの旅ですね。いきなりですね、ホテル出発して列車と並走するんですよね。横列車走ってんですよ。このめったと通らない列車がですよ、まあ、当時もっと走ってたのかな、あれが並走してるんですから、なかなかなタイミングですよね。持ってますよね。やっぱりどうでしょうですよね。さあ9時24分、12時チェックアウトで、ちょっと荷物もう少しまとめたいんで11時には戻ると考えるとあと1時間半ですね。ここまで約30分かかってますから、ちょっと注意していかないと帰れなくなっちゃう。それこそグラブタクシー、グラブバイクとかに乗らないといけなくなっちゃうんで、基本的にハノイの街歩きたいんでね。ここはね、もう今日光ホテルじゃなくなっちゃってるんですけどね、ホテルドパルクハンというホテルになってしまってます。このホテル変わってます。どうなんだろう、同じ状態にはなってないですね。さすがにちょっと手が入っちゃってるんで、前来た時もっとね、見た感じだったんですよ。ね、この辺りで、ね、ここね、ずっと植木があったんですよね。このところね。で、ここから飛び出していくというところですね。飛び出し位置とかもやっぱり変わってますかね。ここから飛び出してバイクの群れの中に入り込んでいくという感じになりますね。難しい、難易度高いです。よく入っていったよね、この中にね。もう行くしかなかったんでしょうけど、ワイン屋さん
気配がない。一回戻りましょう。いやでもね、よくここスタートに選びましたよね。まあ日光ホテルがあったからっていうのは分かるんですけど、ここなんか私の今まで歩いた中でも一番緊張感高かったです。バイクの数が多い多い、ここ本当多いです。で広いですよね。まあ昔に比べてこの車も増えてるっていうのはあるのかもしれないですけど、いやーここね、この交差点結構難易度高かったです。怖かったいやーよくここをスタート地点に選んだものですよ。すごいね。この辺ポケモンだし、ワンピースがあって、ナルト、コナン、ドラえもんが子供がね必死になって漫画やっぱり読もうとしてますよね。うわサイドカーだ。あ、これは結婚式かなんかなのかな。違うな、そうなのか、そんな感じだね。なんかお祝い事、結婚式かどうかわかんないけどお祝い事だね。
風来たで。電子レンジの修理とか電化製品の修理へ回ってんのかな、ひょっとしてあのおじさん。よし、決めました、ホテルの近くにあるバインミー屋さんがちょっと得点が高かったんで、得点だけでちょっと決めてみました。そこまで行くと歩いて20分ぐらいかな。そうすると今時間が20分なので、11時前にはホテルに帰れるんじゃないかなと思います。チキンウィズオニオンアンドガーリック、どうしようかな。あ、ビーフウィズモッツァレラ、グリルドチキンウィズオニオンアンドガーリック。ない。こっち？オッケー。どうしようかな。クラシック。先ほど買ってきましたバインミーです。スプライトも一緒に買ってきたんで、これを食べたいと思います。ベーシックってことなんで、まあ、こういうのが何なんでしょうね、基本的なものになるんでしょうね。
ではいただきます。うん、美味しい。まあ、今日の選択間違ってなかったかなと思います。今時間がね11時19分なんで、とりあえず、まあ、荷物もだいぶ目処ついたんで、これ食べ終わって最後片付けて、チェックアウトという感じになります。さあそろそろ時間ですのでチェックアウトに行くことになります。本当にねこの3泊でしたけど濃密な日程を過ごすことができました。いや本当に、ね、場所もねすごく良かったです。ここやっぱりね旧市街の真ん中っていうこともありますので、いろんなところ行くのにねすごく便利ですね。じゃあそろそろ、チェックインの手続きをして、グラブタクシーで、また元いた初日に泊まったですねクレタキンキンマーの方に向かっていきたいなと思います。ではどうもありがとうございました。